どうも見つけ翔平の総帥ハッチでございます。今回は高松宮記念ということで、はい、問題。日本の G1 で1位入選後に膠着した馬の中で、撮影時点で G1 馬じゃないのはただ1頭クリノガウディですが、逆に繰り上がりで1位入選した馬の中で唯一自力でも G1 を勝っている馬はどの馬というわけで、はい、シンキングタイムスタートなんですが、まあ、答え言っちゃいましょう。答えはローズキングダム。まあ、ジャパンカップでブエナビスタの2位入選繰り上がり1着という形になったんですが、その前の年の朝日杯フューチュリティステークスの勝ち馬でもあるということですね。まあ、というわけでね、過去に4例しかない、まあ、日本の、ね、G1 での膠着という中で、まあ、唯一 G1 馬に慣れてないのがクリノガウディみたいな話ですね。というわけで、ね、今回解明こんな感じで、ただね、一応、まあ、クリノガウディの話をしたんで、クリノガウディに20丸は打ったんですが、5等ボックスでいきます。まあ、というのもっていう話の続きはあるんだけれども、まあ、話は予想の方でやっていきましょう。というわけでね、フエガムズアイ予想のポイント、まあ、まずは中京適正を信じてみようと、まあ、そして春雨の季節到来で馬場は全体的に渋るんじゃないのかなというようなところを考慮に入れて予想をしていきたいと思います。というわけで、ね、今回の本命が、撮影日段階、まあ、月曜日の段階でネット競馬想定12番人気、まあ、1週前登録じゃなくてね、 G1 なんで2週前登録なんで1週間、まあ、一応予想をね、ネット競馬の、オレプロで予想するタイミングがあったと思うんですが、その中で現在12番人気、まあ、なんですが、先ほどもね話した通り、一昨年の1位入選4着膠着という馬ですね。まあ、なので、まあね、G1 1位入選した馬の中でね、G1 馬じゃない馬っていうのは今まで日本にいないはずなんで、まあ、ここで G1 タイトル取るだろうみたいなね。まあ、その後、まあ、去年 は、一昨年高松の宮記念1位入選、まあ、そして去年は、中京でオープン連勝と、まあ、このクリノガウディっていうのは中京得意なんですよね。春の中京が得意、まあ、そう考えると今年も春の中京で一発決めてくれるんじゃないかなと。まあ、藤沢厩舎ですから、やっぱりね、まあ、先月まではじゃない方の藤沢だったのが、今回からはまあ普通にね、立東藤沢とだけ表記されるようになって、まあ藤沢厩舎なんですけれども、まあね、やっぱり調整過程って考えると、こうどのレースも安定して仕上がる厩舎ではないので、逆に得意の春の中京、まあ、それまでの戦績は無視していいぐらいの感覚でですね、ここは変えていきたいというふうに思っております。まあ、そして1番人気レシステンシア、まあ、クレノ香港以来ノーザンファームの休み明けっていうローテーションだけでもね、これは変えるところ、まあ、ましてやね、このスプリントでも去年もレシステンシア、去年は阪急杯使ってからのここで2着と、まあ、トライアル使っちゃったんですね。まあ、今回ぶっつけ本番というか中3ヶ月や一応の、ね、休み明けっていうのもプラス要素なんですが、レシステンシアの、まあ、キャロットの馬ですからね、これは非常に僕の場合は情報がいろいろと過去の情報を遡って見れるという立場にねあるわけなんですが、キャロットのホームページにあるレシステンシアの追い切り時計を見ると、レシステンシアの過去の調教タイムで一番ハンドの時計が出ていたのは桜花賞前の武豊が乗った追い切りで、まあ、49秒台出てます。ただ、まあ、追い切りで騎手が乗る時って助手と比べて騎手の方が体重が軽いんで、全体的にタイムが出る傾向にあるんですね。まあ、そして最終調整ってこともあるんで、この、まあ、例えば今回であれば武士が乗った時計、騎手が乗った時計を全部無視して助手による追い切りタイムのみを見ていった場合、実はですね、今回レシステンシアの2週前追い切りで助手が乗った時計というのがレシステンシアにとって自己ベスト、助手が乗った時計の中で自己ベストの調教タイムを今回出しているということは、まあ、厩舎側がもともと起とした
調整過程の中で出した調教機種に、あの最後ちょっとあの乗って飛ばして感覚見てくださいねっていう、そういう最後の追い切りではなく、旧車が掴んでいる中の調教タイムとしては、レシステンシは今回自己ベスト出してます。まああの調教で自己ベストとは多分書かれないと思います。新聞ではね、こういうあの難しいやりとね、あの機種が乗った時を除けば助手の追い切りの中では自己ベストみたいなややこしい書き方ってなかなかご理解いただけないでしょうからね、まあそういう書き方にはならないんでしょうが、レシステンシアの調教時計は今回が自己ベスト実質的にということでね、これを軸にしようか本当に迷った。一番人気軸じゃ面白くないなって思ってクリノガウディに二重丸を打ったんだけれども、こっちもね今回が実質一番、高松宮記念で実質一番になったことがあるクリノガウディと、調教時計が自己ベスト実質1番のレシステンシアとどっちを軸にしようか迷いましたが、今回は迷いすぎてボックス買いをにすることにしましたという形でね、実質本命です。ある意味実質本命の一角ですね。まあそして2番人気メイケイエール、まあ、前走シルクロードステークスを勝って、ああやっぱりなと、やっぱりこの馬強いななんていうふうに思われたと思うんですが、まあ、今回ね、メイケイエール筋量変わらないように見えて、まあ、コバとの筋量差という概念でいけば、シルクロードステークスは、1月30日のレースですから、この 1200m の距離でも、4歳馬とコバとの筋量差が1キロあったはずなんですね。まあ、それに対して今回、まあシルクロードステークスハンデ戦だから実質筋量差なかったようなもんなんだけれども、まあ、今回は4歳3月なので、まあ、筋量差ゼロということになります。まあ、その上でね、メイケイエールに関して言えば気象の問題もあります。まあ、例えば去年で言えばね、チューリップ賞1着の後、その桜花賞で負けたりとかね、休み明けがね良くて2戦目があんまり良くないんですね戦績。まあ、さらに言えばね、持ち時計、あのタイム指数なんかで見比べてみると、上位人気の馬の中では大きく見劣るのがメイケイエールただ1頭。あとはね、あの何ポイントかの差で、まあ、一応指数上位だからこの馬に印打とうかなとか、これなら逆転してくれるんじゃないかなみたいな出し入れの問題になってくるんですが、時計面で大きく見劣りするのがメイケイエール、まあ、なのでね、いずれにしろこの馬は今回決していきたいと思います。まあ、そして3番人気グレナディアガーズ、本当はねこの馬収集等かどうか迷いました。何かあったらこの馬と入れ替える、この馬に印を打つつもりではいるんですが、ただねこの馬の主な勝ち蔵、朝日杯フューチュリティステークス、阪神カップ、はい、そう暮れの阪神校舎なだけという説が出てきちゃうんですね。で、中京のレースに目をやるとですね、まずこの馬の中京での出走は2回とも負けてます。中京での、デビュー2戦目未勝利戦で4着に負けてるんですね。もっと言えばね、新潟で新馬2着中京で未勝利4着で、阪神でまあ1着という形で中京でだけ大きく負けてるんですね。まあ、そしてその後ファルコンステークスで、まあ、ルークズネストの2着、まあ、これは着差こそ小さいものの G1 馬が負けた。それもルークズネストって、まあ、オープンでは2着あるんですけども、その後重賞では一度も馬券圏内入ってない馬です。そういう馬に負けた。まあ、その後ね、 NHK マイルカップ3着、まあ、京成杯オータムハンデ3着と、まあ、G1 だったりとか古馬相手にも競馬になっている馬が重賞で馬券にもならないような馬に負けたというのがね、中京での全成績となります。まあ、そう考えると中京苦手なんじゃないかなということで、印を一つ下げておきたいなというふうに思っております。まあ、そして4番人気サリオス、まあ、この馬はね、まあ、戦2は初めてなんだけれども、まあ、戦2のレースで言えばね、
距離短縮してみたかったみたいな感じで陣営が待ち構えてた感があるんですね。まあ、中京でね、今回ちょっと馬場が渋りそうってこともあって、千二のスペシャリストっていうよりは少しスタミナがいりそうな馬場、まあ、千四がベストの馬とかね、その辺を狙っていく馬券になるのかなってことになってくると、サリオスも十分検討の範囲内。まあ、そしてですね、おととしの毎日王冠を勝った時の時計など、持ち時計の評価で言えばこの馬もね、トップクラスの一角ですから、まあ、ここはね、買いでいきたいと思っております。まあ、そして5番人気ダイヤトニック、7歳馬が今年3戦目、ちょっと使いすぎじゃない、1月2月3月と使ってきてという形になってませんか。まあ、鞍上を見るとね、岩田康成、まあ、ここね、土日ともにあの地上波で勝利ジョッキーインタビューを受けてね、あの結構あのアンチが多い騎手ですから、無駄に炎上したりしてましたけれども、まあ、つまり逆に言えば今好調の岩田騎手っていうのだけは気がかりですが、ここは決していきたいと思います。まあ、そして6番人気ナラノフレグ、まあ、金層ね、比較的上位に堅実に来てるんですが、まあ、あくまでオープンで勝って、まあ、重賞では馬券圏内、 G1 ではどうなんだいと、まあ、時計面でもね、やや、まあ、トップクラスとは一つ二つ差があるなということで、まあ、十分狙えそうではあるんですけどね、最近の堅実さ、まあ、ここは決していきたいと思います。まあ、そしてトゥラバスーラ、まあ、去年の4着馬で前哨戦も2着ということで、今回のメンバー構成を考えたら十分馬券圏内に入ってくる可能性があると、まあ、そうするとね、この馬の血統がね、やっぱりちょっとね、買い目に入れたくなる。この馬どうしようか本当迷ったんです。あの指数的には、持ち時計的には一つ足りないかなという馬なんで、もうね、安易にグレナディアガーズと入れ替えて、まあ簡単な5等ボックスにしちゃって、この馬は別で応援馬券の単勝買おうかなというふうにも思います。まあ、ただね、ドリームジャーニー3区、あの捨て子系で雨が降った時の馬場は得意としそうですし、去年も4着に実際来ていると考えると十分買える。この馬のお母さん、ジャジャマーちゃん、マーちゃん、あーそっかと、まあ母目見てピンときたんですね。そう、ジャジャマーちゃんのお姉さんがアストンマーちゃん、3歳牝馬で初めてスプリンターズステークスを勝った馬です。でその後の4歳春ですね、高松の宮記念に向けて調整をしていた3月の頭に、まあ、体調不良ということで高松の宮記念を回避、そのまま、大腸炎で4月にそのまま息を引き取ってしまったんですね。まあ、つまり高松の宮記念っていうのはこの馬のおばさんにとって本来、まあ、目標にすべきレースだった。まあ、それこそね、偉業を達成して次は秋春スプリント G1 制覇だというふうになっていた、スプリントの女王として君臨するはずだったレースで、まあ、その前に体調を崩して、まあ、無念のレースとなってしまったわけですね。なので、まあこの決闘でね、高松の宮記念勝ったりした日にはね、泣くぞ。まあ、このね、血統だからってことで言うと、まあ、馬娘とかになりづらい、あの車の名前をもじった場面、アストンマーちゃん多分出てきてないですよね。まあ、そして、まあそういうね、おばさんの無念とかって言ってもなかなかこう2000年代半ばから競馬やってる人じゃないとそこまでこう思い入れがないってことで、まあ、なかなかね、ソダシのようなキモいファンは湧かないでしょうし、僕も勝ったら泣くぞってつもりで、せめて単勝は買おうかななんていうふうに思っています。まあ、そして8番人気ジャンダルム、まあ、これも懐かしい決闘ですね。オーシャンステークスを勝って、まあ、久々の重賞2勝目ってことになりましたが、時計はいまいち評価。お母さんのビリーブは、この馬もね、秋春スプリント G1 制覇を果たしたビリーブ、この馬の方はね、スプリンターズステークスを勝った後の高松の宮記念勝ってるんですね。なんですが、これが19年前の話ってことは、お母さんももう高齢だし、高齢出産の産区で持ち時計も振るわないってなると、この年になって大きく成長するのは見込みづらいなという形でね、冷静に消しでいきたいと思います。そして9番人気エイティンガール、
まあ、去年ね、このレース7着で大敗してます。まあ、6歳牝馬ですしね、残り目もないでしょうということで、決死でいきたいと思います。まあ、そして10番人気、ロータスランド。前走が京都牝馬ステークス、岩田未来騎手の 初重賞。まあ、岩田未来を乗せて重賞勝てるぐらいだし、そんな重いハンデを勝って重賞勝てる馬、G1 級に決まってんじゃないみたいなね、アホみたいなことを言いたいんだけれども、まあ、そういうことを言わなくても、京都牝馬ステークスの持ち時計、指数評価だけでも、まあ、G1 クラス。まあ、鞍上はね、岩田未来継続ですしね、岩田未来がハンデだっていうんだったら、今回ハンデを背負って勝てるわけがないってなっちゃうんで、岩田未来を乗せた前走、岩田未来とようやく手があって、まあ、G1 クラスの時計で京都牝馬ステークスを勝ちましたよってことで、今回もそのまんまの勢いで買いでいくということですね。まあ、そんなわけでですね、こんな感じの5等ボックスで今回はやってみたいと思います。以上、ハッチーでした。